よし。あ、これも簡単だね。もうこんなのもう押すだけだからな。謎解きでもなんでもないよ。いやでもここは昔みたいな展示みたいなさ、ちょっとなんかね、押すだけっていうのもね、ちょっとなんかね、あっさりすぎるよね。行こう。これはジジゼジゾ。何それ、なんか調味料のあれみたいな。これもさ、なんかでもレジ系も怖いよね。ちょっと知ってる？あの有名なね、あれホラーのやつ。レジ系もちょっと怖いけどな。実際どうなんだろうね、あのレジ系の噂というかね。まあわかんないけどね、真相はね。うわ全然効かねえ、どうしよう。もうちょっと削りたいからな。どれでいこうか。そんなに強いやつ、やっぱりこいつぐらいしかないな。そう、都市伝説ね。でもあれ結構なんか、いやでも当たってるやつも多分あると思うんだよね。こじつけもあるけど。タイマーボールにしようかな、こいつ。レジ系はな、なんかね、ありそうだよね。場所もだってそうなんでしょ。あんまり深くは言いたくないから、言わないようにするけど。なんか合ってんでしょ、確かあれ。で、なんか技もね、レベルなんとかで何を覚えるとか。怖いよね。この見た目もね、ちょっとなんか、って言われたら、そうなのかなとか、思っちゃうよね。ね。まあ、詳しくは自分で調べてほしいけど。俺はあんまり、ちょっと言いた、あれはね、ちょっとあんまり言わない方がいい内容だから。なんかすごいそれっぽいといえばそれっぽいよね。タイマーボールにしよう。また A 連打ね、A 連打、A 連打、A 連打。あー。でもなんか見た目の色的にはもう完全にね。よしよし、タイマーっぽいよね。さあ、アイスがどこにいるかだよね、問題は。これ似てるよね。まあ、捕まらないけど。捕まるかどうか置いといて。似てるかどうかは似てるよね。あ、電気技持ってんのこいつ。え、なんか上が、特攻上がんのかよ。めんどくせえな、それは。タイマー連打してれば捕まんないから。タイマー A 連打ね。お、来た！ほら、来た！来た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 ！よし！いや、やっぱタイマー、いや、A 連打最強だよ、これ、絶対。これ、絶対いた？これ、A 連打だって、これ、みんな。いや、もう A 連打最強だって、これ、マジで。マジで A 連打最強だって。きたー、レジスチル。黒金ポケモン。地下のマントルの中で生まれて、およそ1万年前に地上に出てきたと、噂されている。こいつなんかセミじゃん。セミじゃん、こいつ。